こんにちは、スプリングです。私は今、島根県大田市、このね、国道9号線沿いを歩いておりますけども、本日は非常にいい天気。まあ、連休ということもありまして、ちょっと山陰線の撮影に来ております。到着がギリギリすぎてもう行っちゃったんですけどね。実はこんな感じの場所です。いやー、綺麗ですね。本当に天気がいいですから、もっとね、雲がこっち、右方面には結構あるんですけど、海の上浮いてくれてたら綺麗かなと思ったんですけど、ちょっとこちら側快晴、まあでも綺麗なが撮れたのかな。その動画を、ちょっと流そうかなと思いますけど、ここも来るの久々ですね。結構ね、上がるのがしんどいんですよ。これなかなか急斜面、ロープがあるんですけどね、おそらく何年も前につけられたようなロープ、それを伝って上がってくるんですが、もう手がドロドロになりますよ。ああ、もうちょっと余裕があったらね、よかったんですが。でも綺麗だね。キャパシティ的にはね、こんな感じでまあまああるんですが、あれですね、いつだったか、山陽本線が豪雨でダメになった時に、山陽本線をね、迂回して貨物列車が走っておりましたけど、その時は結構ね、天気は悪かったんですけど、私が来た時はたくさん、写真を撮ってる方いましたけど、今日に関しては私しかおりません。ですのでね、結構こっちの登山道も半分死んでましたからね。僕長靴履いてきましたけど、履いてきてよかったなって感じです。ちょっと写真と動画をお見せします。一度喋り出したらね、止まらないのでね。まあ、というわけで、先ほど喋る前に撮った分ですが、こんな感じで、ここら辺に関してはキハ120が主に運転をされております。もしくは分賃が来るって感じですね。こんな感じで可愛らしい1両の車両が、この日本海バックに走っていくということになっております。いいですね。まあ、なんか、いかにも夏っていう雰囲気を出すことができたんじゃないかなと思います。というわけで、写真はこんな感じになりました。いいですね。もうちょっと左の方にも雲があってもよかったかなと思うんですが、まあでも本当に、ザ・夏という感じの写真を、撮ることができて、個人的には非常に満足でいく写真になりました。いや、今回はね、ちょっとまだ言ってないかもしれませんが、よっこいしょ、山陰線が、じゃあよいしょ、これは大変だ。山陰線を旅をしようと思っております。まあ今日一日山陰線取っていこうかなと思うんですが、もう雲の巣まみれなんだよね。ほら、かなわん。うわ、頭、雲の巣。この後もちょうど猿滑りの木があるじゃないですか。猿滑りじゃないんかな、よくわかりませんけど、こんな感じでね、ロープが縛ってあるんですよ。これがね、本当にありがたい。手はドロドロになりますよ。だから、あんま触りたくないんですよね。登る時は仕方なく触りましたけど、これはカメラぶら下げてますけどね、ちょっと動画撮りながらも、なんか危ないと思うんですけど、よいしょ。こんな病み上がりに来るとこじゃないですね。掴むところが、折れそう。しゃあないか、ロープ持つか。ちょっと安全に降りていきましょう。それほど急勾配ですからね。だいぶ降りてきた。こんな感じでね、汚い蜘蛛の巣がいっぱいあるんですよ。ただの蜘蛛の巣だったんですけど、めっちゃ汚い。よいしょよいしょ、この範囲帯だ。はい、降りてきました。この道の横なんですよ。これはね、難儀ですよ。ただね、険しいとこほどね、景色が良かったりしますから。いや、でも今回も本当にギリギリでしたが、いいのが撮れました。ちなみにこれは国道9号線。このままずっと9号進んでいくと海沿い行きまして、最終的には山口線沿線、そして新山口駅付近に行くことになります。車戻っていきましょう。
というわけで道の駅夕日パーク水木にやってきております。先ほどの大田市の磯竹付近から約70キロほど西に移動しております。はいはい、というわけで夕日パーク水木ちょっと外出てきましたが、目の前が海なんですね。綺麗だね。そしてですよ、こんな感じで線路なんですね。こう本当綺麗ですよね。ちょっともう日が側面が回らないような時間帯になっておりますが、あーでもそれでも綺麗だね。ちょっと一発撮りましょうか。まだ列車まで少しだけ時間がありますので、ちょっとこの、夕日パーク三隅中を見てみましょう。まあ中というか、まあこういう展望テラスというような感じなんですが、これは島根っ子ですね。可愛らしい、まあこの頭に出雲大社の頭を乗せているというような感じなんですが、まあ中ね、こういうちょっと面白そうな扉、何の旅にあるのかわからないような扉があったりとかして、これを進むと違う世界に入るっていうことになるんですが、違う世界には入らないでおきましょう。そしてこちらですね、まあそれはまあそうですわな、あのいつ列車が来るのかっていうのが書いてあります。もう割と正確でしたけどね、まあちょこっと違うのもあったんですけども、まあほとんどまあ間違いなく、その時間にやってくるということになっておりました。お向こうの方では海水浴をしておりますね。気持ちいいでしょうね。これほんとめちゃくちゃもう暑かったです。殺人だ、こんなこと言ったらダメだ。まあ本当に、もう死んでしまうような暑さということで、ね、いやめちゃくちゃ日焼けしましたね。そうすると、走る文鎮が手まいりました。いや本当にね暑いし、まあでももうちょっと時間的にはもう夕方に近くなっておりますので、列車の側面には光が当たらないということになってしまいました。まあしかし今回ね、まあ先日導入しましたニコン Z8、これの威力が本当に発揮されましたね。いい写真をたくさん撮ることができたんじゃないかなと思います。というわけで、この後に関しては本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。